WWF ジャパンプレゼンツ、地球をもっと好きになる1時間、ワンプラネットライフスタイル、スタートです。担当パーソナリティは鈴木美穂です。そして今夜のナビゲーターは WWF ジャパンの山本麻美と、はい、WWF ジャパン自然保護室気候変動エネルギーグループの田中健です。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は田中さん、今日は初登場で、また後ほどお話を伺いたいと思うんですが、さあ山本さん、はい、今回のテーマ何でしょうか。はい、9月の末にニューヨークで国連気候行動サミットというのが開かれておりまして、2回前の放送でも、はい、この小泉環境大臣とか、グレタさんの発言なんかも少し、はい、取り上げさせていただきました、はい、で今回その国連気候行動サミット開催期間中、現地に行っていた田中からも、そのニュースだけでは見えてこない、はい、そういった現場目線でのお話と報告をさせていただければなと思っております。いいですね、はい、現地行かれてたんですね。そうなんです。1週間ほどですね、現地に行って、いろんなところ回ってきました。そうですか、はい、では後ほどいろいろと伺いたいと思います。はい、はい、ではこの番組の趣旨の方を私の方からお伝えいたします。水、森や海の資源、食料やエネルギー、私たちの暮らしは地球からのさまざまな恵みによって支えられています。しかし今、人類による地球の使いすぎによって自然環境が悪化しています。このまま使いすぎの暮らしを続けていけば、2030年にはもう一個の地球が必要になると言われています。当番組では、地球に暮らす生き物たちみんながより良い暮らしをしていくためのヒントをリスナーの皆様と一緒に考えていきたいと思っております。さてさて、ここでですね、初登場、はい、田中健さん、俳優さんかと思っちゃいますけれども、同姓同名よく言われますね。ね、はい、全く字も一緒で田中健さんなんですが、田中さんが WWF に入局された経緯、いつ頃入られたんですか。実は私まだ短くてですね、昨年の8月からなので1年と少しになります。1年ちょっと、はい、そうですか。入られていかがですか。そうですね、なかなか気候変動、今日話するような内容っていうのはすごく専門的なところも多いので、最初はちょっと話についていくのも大変な部分はあったんですけど、ようやくいろんなことが自分でも理解し始めて、楽しくなってきました。そうですか、はい、もともとそういったものを勉強されてきたんですか。もともとはですね、バックグラウンドは化学、科学、はい、が専門なんですけれども、はい、前職もずっと環境系の仕事を実はしていまして。環境系のお仕事ってちなみにどんなことですか。はい、想像つかないですけど。広いですよね、環境というと。そうそう、私出身が福岡県なんですけれども、九州の福岡、はい、で福岡県庁で、はい、働いて、自治体の職員として働いていまして、で役所勤め。そうなんです、役人でした。そうですか。でいろんな環境の仕事あるんですけど、例えば大気ですね、大気、空気、空気、はい、空気、大気汚染の問題ですとか、はい、あとは水、川とか海とか、そういった水の、はい、環境を守るとか、うん、あとはゴミの管理、リサイクルを進めるとか、そういったいろんな環境の仕事を、福岡県の環境を守る仕事ということでしていましたね。へえ、はい、そうですか。その中でも割と現場に出る立場。そうですね、現場、最初はやっぱり現場から始めて、本当に地域の方と話しながら、いろんな苦情対応したりとかもたくさんあったんですけれども。大変ですね。そうですね、なかなか大変ではありましたけど、とても、ね、必要な仕事ですので。そうですね、でもそこから WWF に入ろうと思われた理由って何かあったんですか。はい、たまたまなんですけれども、2年間福岡県から経済産業省ですね、国に出向する2年間、はい、行く機会をもらいまして、はい、でそこで福岡から東京に出てきたわけなんですけれども、そこで初めて、同じ環境の仕事ではあるんですけど、国際、ちょっと日本の日本を超えた海外とつながるような仕事をさせていただいて、そこでちょっと私のなんでしょう、視野が広がったと言いますか、もしかすると福岡を出て、いろんな、もうちょっと広い視野で何か同じような環境の仕事できるんじゃないかなと思って、そこで
思い切って、自治体福岡県を退職したんです。で、その中でもこういうこのね WWF を選んだきっと理由があったんですよね。そうなんです。で実はそこの前にもう一つありまして、ありまして、はい、どうぞ、大丈夫ですか。どうぞ、はい、福岡県退職した後に、お台場にあるですね日本科学未来館という科学館、国立の科学館があるんですけれども、そこで科学コミュニケーターという仕事を実は4年半ほどしていました。科学コミュニケーター何をするんですか。多分なかなか聞いたことのない仕事だと思うんですけど、科学館なのでいろんな方が科学館を訪れますので、お客様とお話するのもありますし、例えばイベント企画したりとか、研究者を呼んでお話をしたりとかいろんなことがあるんですけど、そこのテーマっていうのがやっぱり環境問題だったりとか、いろんな持続、今よく言われる持続可能な社会を作るという、そういうテーマに基づいて科学技術がこれから何をできるのかみたいなところをテーマにした仕事なんですね。要は研究者と一般の人たちを、仲介するような、難しいことを分かりやすく伝えて、市民の方たちのアイデアをまた研究者に伝えてみたいな、そういう役割を持った仕事なんです。それは子どもたちが遊びに行ったりするような施設ではないんですね。子どもたちも来ますので。あ、そうなんですか。はい、何でしょう、対象は子どももいれば大人もいますし、年配の方もいれば中高生なんかもいるので、いろんな方たちと関わりながら科学技術がこれからどう使ったら未来って良くなるんだろうみたいなことを考える仕事を、それを考えるためにどんな企画すればいいかなとか、そういうことをやってました。そこってなんかアミューズメント的なものじゃなくて、科学館なので展示ももちろんあるんですね。はい、展示もあるので、科学技術をテーマにした展示もいろいろありますし、展示がない場合でもいろんな企画をしてお客様を呼び込んでイベントをやったりとかもしますし。じゃあそこからなぜここの団体に。でそこの仕事が実は5年間という、期限がありまして、で、次ステップ、これまでの経験に生かして何をやろうってした時に、実はたまたまなんですけれども、見つけたのがこの WWF ジャパンの気候変動エネルギーグループの仕事でした。そうですか。はい、もう気候変動エネルギーグループということで募集があったんですか。そうなんです。はい、もうそこに飛び込んだわけですね。そうですね。やっぱり環境畑で来ていたので、何か環境に貢献する仕事で、気候ってすごく広い、環境の中でもいろんな問題に関わってくる仕事なので、もしかすると自分のこれまでの経験に生かせるんじゃないかなと思って飛び込んだのが今の仕事なんですね。そうですか。はい、いや、よくわかりました。よかったですね。はい、ありがとうございます。はい、さあ、この番組ではですね、SNS、ツイッターなどへいろいろと、コメントを入れていただいたりすることもできます。 WWF ジャパンのオフィシャルアカウントをフォローしていただいて、ハッシュタグ FM 東久留米、もう一つハッシュタグワンプラネットをつけて投稿してください。 FM 東久留米の FM は大文字アルファベットで FM、 東久留米はすべてひらがなです。そしてワンプラネットは全部カタカナで投稿してくださいね。はい、あとはメールの方も受け付けております。数字で854アットマークすべてアルファベット小文字で fm-higashikurume.com fm-higashikurume.com です。はい、こちらの方にメールもお待ちしております。あとね、プラプラ、アプリで聞いてくださっている方ね、なんかはもうメッセージのところからバンバンメッセージくださいね。お待ちしております。ではここでブレイク参ります。
ワンプラネットライフスタイル。この番組は WWF ジャパンの提供でお送りしております。さあここからはニュースのコーナー。今週のニュース、はい、何がありますか。はい、一つ目は、発生しちゃいましたね、台風。また発生しました。また来ますよ、週末、はい、ね、今台風19号、19号ね、はい、はい、発生しちゃいました。今回も前回ちょっと大きな被害があった15号と同じようなちょっとルートで来そうっていうので、まだなんか回復しきってない千葉なんか、そうなんですよね、東京の島々もちょっと大きなね被害を受けたって聞いているので、またちょっと同じような感じで来ちゃうと若干心配なところではあります。でちょっとそこで気候変動の対策の一つの適応というちょっとお話をさせていただこうかなと思っておりまして、はい、まあ、今いろいろとその地球温暖化を止めるためにいろいろなまあ対策っていうのは取っていると思うんですけれども、はい、まあ、それをいろいろやっぱりやっても、うん、その気候変動の影響が避けられない場合、うん、まあ、そうした影響に対処し、その被害を回避して軽減していくっていうことが、うん、まあ、適応の、なるほど、適応っていうことなんですね。そうですね。でそれ、まあ、適応っていろいろとあるんですけれども、うん、はい、例えば、まあ、農作物持つ場合は、うん、まあ、今まではこれで育っていたけれども、うん、やっぱり高温に強い品種に変えたりとか、うん、作付けの時期を調整したりするとか、うん、 ね、まあ、そういった調整も必要ですし今回、まあ、その台風っていうのは気象の災害から守るような、うん、はい、まあ、適応っていったところになるので、はい、その例えばですけれども、うん、その地下鉄とか水が入りやすいところにシャッターをつけたりとか、うん、まあ、今までその関東地方でやっていた台風対策っていうのを、うんうん、もしかしたらちょっと変えていかなきゃいけないかなっていうのも出てくると思うんですよね。そうですね。今までものすごい被害が出てたエリアにちょっと真似していかなくちゃいけないかもしれない、そうなんですよ、うん、っていうのでそんなちょっと面白い話というか、うんうん、沖縄に、はい、沖縄の方に住んでいる知り合いから、はい、フェイスブックで、はい、投稿してくれたんですけれども、はい、沖縄ではこうしてますよっていうような対策で、ちょっと面白いのが ほうなるほどなっていうので、はい、まあ、やっぱり向こうだと自動車もやっぱり簡単に転がっちゃったりとか飛ばされちゃったりするそうなんですよ。それすごいですよね。すごい、うん、確かにニュースとかで見てもあの風の吹き方を見ると、うん、はあ、あり得るかなっていうのは若干思うんですけれども、なんかやっぱ飛ばないようにちょっとでも車が重たくなるように燃料を満タンにするとか。なるほど、うん、それならでもできますね、はい、できますね、うん、で、まあ、雨戸を閉めるっていうのも、うんうん、まあ、やってらっしゃる方多いと思うんですけれども、そうですね、まあ、当然のようにやっていただくとか、はい、そうですね、うん、あとはその物が飛んでくるっていうの、うん、自分のところだけの物が飛ぶだけじゃなくて、うん、その外から飛んでくるっていうこともやっぱ影響として大いにあり得るので、まあ、例えば車は石とかそういう砂利とかが飛んでこないところに止めるだったりとか、そうか、うん、なかなかこっちだと私も実践してないなっていうちょっと気づきがあったりしました。そうか、ガソリン満タンか、はい、そうなんですよ。でまたちょっと週末にですね、伊豆大島の方に遊びに行ってきまして、で、ね、でニュースでガラスが全部壊れてしまったとか、屋根が飛んでしまったっていうような、うん、現場もちょっと車で通りかかったんですけれども、うん、はい、やっぱりまあ古いお家、古い建物っていうのが大きな被害に遭ってたかなというような印象です。そうですか、うん、で、まあ、やっぱり島になってしまいますと大工さんとか物資が届かなかったり遅れてしまったりっていうので、うん、なかなかまだちょっと私がニュースで、うん、台風15号が、うん、通り過ぎた後のニュースで見た後のような、うん、状態だったりして、また大きな台風が来てしまうと心配だなっていうのもありますし、結構今年、今回に限らずですけれども、はい、週末ね、そうなんです、めちゃくちゃ台風来ますよね。来てますね。なんで？なぜでしょう。どうして？なんかすごいお天気が悪い日がもうずっと夏続いていたなって感じてるんですけれども、ねえ、台風って日にち選んでくるんですかね、曜日ね。なんかやっぱり温暖化の影響で、うん、その台風の強大化っていうのもあり得る話だと思うので、うん、そうなってくるとやはりその
海のレジャーを生業にしている方だったりとか、そういう方たちもそうなんですよね、うん、なんか今までの営業の仕方をちょっと変えなきゃいけないのかななんていうようなちょっと話もしていて、少しなんか悲しくなったというか、大変ですよね、うん、お天気に左右されるお仕事本当大変、そうなんですよ、なんかそれももしかしたら、ま、適応の対策の一つ、そうかになんかね、なるのかなっていうのを思うんですけれども、ね、なんか台風をレジャーに変える無理か、うん、まあそうならないように今日はちょっとね、気候変動のね、お腹の話をさせていただくので、そうですね、はい、なんか想像力いりそうですよね、その適応するためにも、どうしたら、先ほどの車の止める場所とかもそうですけど、何が起こるかっていうきちんと想像、ね、していかないと対応がなかなか難しいですよね、イメージ力、うん、はい、ね、お家ももしかしたらこっちも沖縄みたいな台風に強い形にしなければいけなくなってくるかもしれないですよね、うん、そうですね、うん、変わっていくのかな、うん、いろいろね、でもそれも多分ちょっと真剣に考えていかなきゃいけないレベルには来てるんじゃないかなと思います、ね、思います。今日もね、ツイッターで、はい、皆さんに身近なところで地球温暖化っていうのをどういう時感じますかっていうのをちょっと聞かせて、アンケート取らせていただきまして、4つほどちょっと聞かせて、アンケート取らせていただいて、台風の強大化、昨今続く夏の猛暑、春秋が短く感じる、まあ、4番目は温暖化、何それみたいなやつなんですけども、まあ、やっぱ半数以上が昨今続く夏の猛暑、暑い、本当暑い、って感じてらっしゃるみたいですね。だって今だって今もう10月ですよ。10月です。昼間暑いですよ。めちゃくちゃ暑いです、ね、まあ、今日若干曇ったけど、また明日暑いって言ってましたよ、ね、あ、そうなんですか、うん、私ももうサンダルが脱げません。僕も長袖着れません。ねえ、本当そうなんですよね。やっとこの時間になって外になって、ああちょっと秋っぽく感じられるかな、うん、昼間はね、はい、そうなんですよね、そうなんですよ。本当どうにかしないといけませんね、はい、ちょっと長くなっちゃったので今日はこの1個にしましょうかね。あ、そうなの。ええ、でもなんかメインの話どうですか。メインの話時間取れます、あとチラッと、チラッといきましょうよ。あ、わかりました、はい、じゃあちょっと2つほど、うん、動物たちの胃の中から、うん、まあ、ちょっと人工物が見つかったという話で、そうそうそう、ワニの胃からお金が見つかったっていうのが、これが東山動物園さんのニュースで出ていたんですけれども、ね、まあ、池によくご利益があるからって結構コインね、日本に限らず投げる方がいらっしゃると思うんですけれども、ね、まあ、それワニが食べちゃって、うん、まあ、それが原因で亡くなったわけではないんですけれども、解剖したら出てきたっていうようなニュースで、別にそこの池にコインを投げてもご利益はないのでやめてくださいって考えましょう。はい、まあ、それとちょっと似たようなので、はい、今度アメリカのフロリダ州ですね、これはちょっとおそらくそのプラスチックの、小さな塊がお腹の中に溜まってしまって、亡くなってしまったっていうようなニュースだと思うんですけれども、やっぱりまあプラスチックって消化されるわけでもないし、ずっと胃の中に残っちゃうので、やっぱりそれでお腹に溜まってしまうとお腹空いたっていう風にならなくなってしまって、本来まあ必要な分の栄養を摂取できなかったりとかして、まあ衰弱弱ってしまうというか、なくなってしまうっていうようなニュースがありました。なんかまあどちらも本当に深刻なニュースですよね。そうですよね。でもまあお水たまりに小銭投げないっていうのはもうすぐ実践できる、そうですね、そこはね、そこはもうね、はい、330枚出てきたってワニからね、そうですよ、これはひどいですよ、ね、計算するのも不謹慎だと思うんですけども、この、ね、本当ですね、いくらになるの。というわけでした。ね、動物たち守っていきましょう、はい、ではブレイク参ります。
ワンプラネットライフスタイル。この番組は WWF ジャパンの提供でお送りしております。さあメインテーマいよいよ参ります。今回は WWF ジャパンで気候変動対策を担当していらっしゃいます田中さんにお話をね、いろいろ伺っていきたいと思いますが、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ今日のメインテーマですけど、ね、小泉環境大臣にグレタさん発言が話題になったというね、はい、国連気候行動サミットの報告、はい、現地に行かれたということですが、はいね、どんな空気感ですか。まずそうですね、緊張してるもんですか。サミットの会場、国連の本部で、まあ、開催されていたんですけれども、はい、国連の本部の中、実は私も中に入るの初めて で、そうですか。でやっぱり世界各国からいろんな人が集まって、いろんなその温暖化に関する話を聞き続けるわけですよね。一日いろんなセッションがあるので、そうか、やっぱりそれはやっぱ物々しいというか独特な雰囲気はありましたね。一つの会場でいろんな方が話す感じですか。そうです、いろんな、まあ、セッション、なんでしょう、いろんな何人かの方がスピーカー登壇するセッションが、まあ、続けてこう入れ替わり立ち替わりあるような感じですね。そういう感じなんですね、はい、人数的にはどれぐらいなんでしょう。全く会場自体はですね、広いものもあれば少し小さな会場も使われていたので、会場によっている人はいる人数はバラバラだと思うんですけれども。なるほど。じゃあ大きい会場、小さい会場、いろんなセッションが行われる、ね、同時進行で。そうなんです。はあ、そういう感じなんですね。はい、じゃあこの国連気候行動サミットっていうのは、まあ、ざっくりどういうものですか。これはですね、まず多分この国連気候行動サミットを話す前に、おそらくパリ協定というものについて、はい、お話しておいた方がいいかなと思うんですけども。そうですね、お願いします。パリ協定、聞かれたことはあります。パリ協定というのは聞いたことあります。パリ協定というのは2015年ですね。2015年、はい、に国連の気候変動枠組み条約というところに、まあ、賛同している締約国が集まって、毎年行われている気候変動に関する、各国の首脳級が集まる会議なんですけれども、その2015年の COP21 という会議の時に、はい、パリ協定と呼ばれるものが、まあ、採択されました。でそれ何かと言いますと、はい、今、まあ、いろんな温暖化がずっと叫ばれている中で、気温上昇、温暖化すると気温が上昇しますよね。 それを産業革命前から比べて、その気温上昇を2度以内に2度未満に抑えましょう、できればそれを 1.5 度までにとどめる努力をしましょう、抑える努力をしましょう、というその約束事がパリ協定なんです。でそのために世界各国がいろんな目標や取り組みをして、それにその目標を達成するために頑張っていこうと決められたのがパリ協定だったんです。なんでパリなんだろう。それは実は COP21、 その会議が行われていたのがパリだったんです。COP21? はい。21って何で 21? 21はですね、21回目。21回目、はい。COP21 回目がパリで行われたから、はい、パリ協定って名前がついた。まあ、そうですね、パリで結ばれた、パリでの会議で結ばれた協定ということで、パリ協定。わ、はい、分かりました。はい、そしてはい、でそのパリ協定をですね、が実は始まるのが、実際にその取り組みが始まるのが2020年、なので来年、来年ですね、あともう3ヶ月ぐらいでしょうか。そうね、はい、あっという間ですね。でそれを前に、はい、もっと各国のそのやる気というか、モチベーションアップ、モチベーションアップ、実際にモチベーション、さらには各国が持っているどれだけ温室効果ガス、二酸化炭素なんかを減らすっていう目標をどれだけ引き上げるか、あるいはその引き上げるためにどれぐらいのどんな取り組みをやっていったらいいのかと、そういったところを、そういった機運をこう国際的に持ち上げたい、なるほど、ということで、はい、開催されたのがこのサミットなんです。へー、わかりました、はい、ね、じゃあこの国連気候変動気候行動サミット、はい、2019が重要なのは何なんですかね、はい、重要な点。それがさっき言ったパリ協定が2020年に始まるというところなんですけれども、はい、それを前に行われたのがこの、まあ、今回のサミットなんですが、実は先ほど言ったパリ協定って2度
までに抑えよう、うん、そうですね、できれば 1.5 度ですよね。そうですね。で、実は今国際的にはですね、その2度よりも 1.5 度、うん、より温暖化の影響が少ない 1.5 度に抑えるっていうところが主流の目標になってきてるんです。で、今までそれまでは2度だったんですけども、はい、昨年に実はその 1.5 度と2度でどれぐらい温暖化の影響と違うのかっていう報告書がですね、はいはい、うん、国際機関から出されたんですけれども、たかが 0.5 度、そうなんですって思いますよ ね。でも実はすごくいろんなところでそこで影響が変わってくるということが科学的にも分かってきたんですね。そうですか。でそこからもうみんな 1.5 度目指さなきゃってなってきたんですけど、実は今各国が持っているどれぐらい温室効果ガスを削減するか、はい、CO2 削減していくかという目標値を足し合わせても、うん、2100年今世紀末ぐらいには3度上昇する、まずいじゃないですか、と言われています。まずいですよ、2度どころか3度上がっちゃう。うわ、そうなるともうまずいということで、うん、はい、その3度まずいということで、そのためにはやっぱり各国が持っている目標を引き上げないといけないです。そうですよ、もっと頑張らないと。そうなんです、引き上げるためにはやっぱりそういった機運も持ち上げていきたいということで、うん、この2019年今回行われたサミットでは、はい、その各国が持っている目標を引き上げる、でさらにはそこに達成するためのいろんな取り組みを、その場で発表する場として開催されたのがこのサミットなんです、うん、へー、大丈夫ですか日本。日本実は実は、うん、まあ個人的にはとても残念だった。あ、まあでもまだ期待できると思うので、そこはちょっとまた後でお話もできればと思います。そうですね、はい、そうか。でこの今回のサミットで行われたことの中に、はい、なんかユース気候サミットっていうのがあったそうで、はい、そうですね、はい、ユース、まあ、いわゆる若者なんですけども、ね、うん、今おそらく今回のサミットでグレタ・トゥンベリさんというスウェーデンの、スウェーデンの、はい、16歳の少女ですね、高校生ですよね、うん、彼女のまあスピーチがすごく話題になりましたけれども、うん、彼女がまあ始めたスクールストライキ、気候変動をの、まあ、危機を訴えるために学校を休んで毎週金曜日にストライキをやるという一人で始めた行動が今世界各国で広まっている。で実はこのユース気候サミットっていうのはそういった若者の動きをサミットとして行うことでもっと盛り上げて、もっと大人たちにその声を訴えていこうということで初めて国連が開催したのがこのユース気候サミットでした。へえ、どういう若者が参加するんですか。はい、私が調べたところによりますと、はい、ここに参加したい若者は、はい、7000人以上応募したそうです。7000人応募する、はい、世界中から。世界中から。でその中で、大体まあ600人以上ぐらいですかね、うんうん、ぐらいが実際に参加できたそうなんですけれども、で会場で私も実はそのサミット、ユース気候サミットのあるセッションを覗くことができまして、うん、見てみるとやっぱり大人たちのセッションとは全然雰囲気が違ってですね、本当にもう次々に子供若者から手が上がって、こんな学級会みたいな感じですかね。そうです、もう私、次私、次私という感じで、自分の思っていること、自分の意見をどうしても述べたいっていう、もうしかも述べる意見ってすごくストレートでフレッシュで、そういった意見がすごく活発に交わされる場でしたね。なんか国会みたいに居眠りしてる人なんかいないんでしょうね。いなかったと思います。そうですか。でその中でもなんか特別に選ばれた人が、はい、100人ほどいたって。あ、そうなんです、うん、その中でもまあ高い、より高い志を持っている人、より具体的 なんか活動を、うん、している人なんかがですね、100人選ばれたんですけども、うん、その100人っていうのはそのニューヨークに、まあ、現場まで現地まで行かないといけないですよね、過去から、はい、その時に二酸化炭素を出さないような、うん、方法、うん、交通手段ってことですか。交通手段、はい、うん、でそれを、チケットとして国連から提供されてもらって、うんうん、それを使って行ける人が100人いたそうです。それをじゃあお金でもらったんですかね。多分ですね、その、まあ、グレタさんなんか船使って行ってましたけども、動力のないヨットで行ったんですよね、彼女は。はい、で多分そう、全員がそういうわけにはいかないの で、ね、おそらくその何でしょう、二酸化炭素を出さない方法っていうのが、うん、実は
オフセットというちょっとまあ難しい話なんですけど、なんだろう、なんて言ったらいいんでしょう。二酸化炭素を実際にはまあ出さ、二酸化炭素を出さない方法で、うん、なんて言ったらいいんだろう、難しいですね。実際には移動処理手段として二酸化炭素は出してるんだけれども、うん、出していない場所のその価値、うん、出していないっていうものを、まあ、クレジット、まあ、環境価値、お金として買うことができたりするんですけど、そういった方法を使って実際には出してるんだけど、トータルで見ると、うん、そういうクレジットというものを使って出していないというふうに計算、うん、1ヶ月を計算するような方法があるんですね、うん、まあ、そういった方法なんかも使われてると思います。ああ、そうなんですね、はい、それが選ばれた100名の若者ね、はい、そうですか。あとはもう一つ、非国家アクターの動きっていうのがあるんですが、はい、これ何ですか。これ非国家アクターというのはですね、実は、うん、それこそパリ協定ができてからすごく世界的にも注目されているんですけども、うん、いわゆる企業とか、うん、あるいは自治体ですとか、うん、私たち WWF の NGO もそうですし、はい、そうですね、国、国家政府以外の、うん、アクター主体を非国家アクターと呼んでいます。あ、国ではない、はい、活動している人たちのような。そうですね、まあ国以外の、まあ、団体、あらゆる団体といったら分かりやすいですかね。なるほど、なるほど、うんうんうん、はい、でこの JCI などのっていうのは、はい、この JCI って何ですか。この JCI っていうのはですね、日本語で言うと気候変動イニシアティブ、気候変動イニシアティブ、はい、で英語で言うと、うん、ジャパンクライメットイニシアティ ブで頭文字で JCI なんですけど、これは日本のですね、そういった国家アクター、はい、企業とか自治体とか NGO とかいろんな団体が集まるネットワークなんです、うん、でまあ、もちろん目的がありまして、うん、今まあそのパリ協定を実現するためにどん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 脱炭素化をしていかないといけないという中で、 そこに向かって日本から私たちそれぞれが、うん、最先端先端に立って脱炭素化に向けた、うん、活動、気候変動対策をやっていきますよというところに賛同したそういった非国家アクターたちが集まるネットワーク、活動団体みたいな。そうなんです、はい、へえ、なんかちょっと取りまとめてくれてるのが JCI、JCI がそのネットワークの名前で、うん、そこのまあ事務局3団体でやってるんですけど、その一つが実は WWJAPAN と。そうなんですか、はい、そうなんです。3団体ってあともう2つって何ですか。もう一つはですね、自然エネルギー財団というところで、もう一つは CDP ジャパンというところなんですけど、 CDP、はい、CDP ジャパン、いずれも気候変動に関する活動をしている NGO ですね。そうですか、はい。あとなんかこう日本でもまだ石炭火力発電ってやってるのかな、はい、やってますよね、はい、そこが課題ですね、まずいでしょうね、はい、一番二酸化炭素を出してしまう、そうなんですよ、ね、はい、発電方法なので、うん、そうなんです。でその石炭火力、日本では今既存で動いているものもありますし、うん、新規でこれから新たに作ろうとしている建設計画もまだある。誰がそんなこと言ってるんだろうねそうですか。普段ね、電気使ってると電気の先って見えないの で、ね、どんな方法で発電されてるかってなかなかこうイメージしづらいんですけど、実は日本はそういうふうに二酸化炭素をたくさん出す発電方法、石炭火力っていうのがまだまだまずいです、ね、たくさん使われています。でこの今回の、ね、このサミット、はい、なんかね、すごく目標値がすごく高い国ってあると思うんですけど、はい、どの辺の国が実は高いんですか。そうですね、今そのさっき言ったパリ協定の 1.5 度、うん、1.5 度を実現するためには2030年、これからまあ10年後ぐらいに温室効果ガスの排出量を約半減、半減、2030年に半減、約半減しないといけない、うんうん、そして2050年には20年後だ、うん、ゼロ、もう出さない、出さない、はい、出さないで世の中動くですか、ね、そのためには大事なのはやっぱり再生可能エネルギー、うん、太陽光とか水力とかそういった電力と、あとは二酸化炭素を吸収するっていう方法、うん、まあ、例えば森林なんかもそうですよね。森林って二酸化炭素、はい、吸収しますので、うん、発電、二酸化炭素を出さない方法、うん、あるいは吸収する方法、そんなことを組み合わせて実質ゼロの社会を作ろうと、うん、
それが2050年。2050年、そういう高い目標を掲げてるのは、それを掲げてるのが、うん、ちょうどサミットの時にそれを発表したのがドイツです。ドイツ、さすが。でヨーロッパは割と住んでいるところが多くて、フランスなんかもそうですし、フランスもですか、イギリスなんかもそうですね。なんか地図で見るとあの辺ってなんか、ね、集中してますね、はい、うん、この辺って、はい、うん、そっかね、はい。さあ、この今後あの COP25、こう日本2020年に、まあ、パリ協定が始まったわけですけど、はい、日本がまだまだ課題ばっかりということで、日本はこれからね、はい、どういうふうに変わっていくか、まあ、期待したいことって何ですか。そうですね、やっぱりあの日本でこのサミットでも一つ石炭火力を、うん、まあ、やめて新規建設も取りやめる、うん、でそういった具体的な取り組みをどん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 各国から聞きたいというのが一つ目的として入っていたんですけれども、他の国はどういうふうにしてるのかっていうのすごく参考になりますよね。そうですね、うん、で、まあ、いろんな国が本当にそういった積極的な約束事をこういうサミットの場で発表する中で、日本は約束事は何もやっぱり発表しなかったんですけども、そうなんです。でただですね、小泉環境大臣が、そうですね、はい、本番のサミットではなかったんですが、前日9月22日に行われた国連本部でのあるセッションの中で、まあ、京都議定書以来日本はリーダーシップをなかなか取れていなかったんだけれども、うん、今日から日本は変わりますと、ほう、いうふうにおっしゃったんです。そうですか、はい、期待しちゃう。なのでCOP25、 今年の12月始まります、うん、はい、チリでありますけども、はい、まあ、COP25 で例えば日本政府、うん、日本がさっき言った国の目標ですよね、高い目標をそこで発表するとか、うん、あるいは石炭に関する方針をそこで何か新たに発表するとか、そういった動きに何かつながってくれるといいなという期待はあります。いいですね、そうですね、はい。小泉環境大臣にお会いされたんですか。お会いできました。できました、はい、できました。どんな感じの方ですか。ご挨拶はできました。あ、そうですか、はい、どんな感じの方ですか。でもやっぱりすごく真摯に、うん、お話を聞いてくださって、うん、はい、そうですか。感じのいい方でしたか。感じのいい方ですそうですか、もちろん、はい、はい、よかった。いや、じゃあね、ちょっとこれからの日本に期待できそうかな。期待したいですね。期待したいですね。だから そういう意味ではその COP25 とか、うん、その来年始まるパリ協定が日本がどういうふうにそこに応えていくのかっていうのは、まあ、注目のところかなという気がします。そうですよね、はい、そこから相当変わるでしょうね、変わるとしたらね、はい、そうですか、ありがとうございました。ここでブレイク参ります。
ワンプラネットライフスタイル。この番組は WWF ジャパンの提供でお送りしております。ここでメッセージ頂戴しましたのでお読みいたします。ラジオネームトーくん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。WWF の皆さん、鈴木美穂さん、こんばんは。こんばんは。久々に聞くことができています。先週ね、メッセージ来なかったからどうしたかなと思ってました。今日もすごく勉強になっています。気候サミットのグレタさんのコメントは少し衝撃でした。16歳の子も気づき始めているんですよね。本当に大切なことは何かということを。10月に来る台風の異常さ、今年はサンマやイカの不漁など、今まで取れていた魚がもう取れなくなるということも耳にしました。それだけ海水の温度も上昇していることと思います。最近の心配事は、オール電化は温暖化の影響を受けすぎていないのかなということです。なるほど、うん、追伸我が家のことですということで、トー君ありがとうございます。ありがとうございま す, ね、どうなんですかね。海のね、心配も心配もされてますけれども、ちょうど9月の25日にもしかしたらこちらでお話しさせていただいたかもしれないんですけれども、はい、科学者たちが温暖化の影響について話を、IPCC というものがあるんですけれども、はい、そこが特別報告書を発表しまして、その地球温暖化が海洋生態系にもたらす影響についてなんですけれども、はい、海っていうのは地球の約 70% の表面積を占めているんですよね。なので本当に気候の調整だったりとか、私たちの生活、経済にとっても重要な役割を果たしているんですけれども、本当にその海水温の上昇が進んでしまいます。トー君もおっしゃった通りに、はい、海の生き物ですよね。そういったところに大きな影響がやっぱ出かねないっていうのは出ています。で、人々 の,、海面上昇もやっぱり、想定されることにはなっているの で, で、ね、およそ10億人の人々にも影響が出てしまうんじゃないかってなってるんですよ ね, ね, ね。オール電化の影響ってどうなんですかね。オール電化、実は今ゼロエネルギーハウスなんていうのもありまして、要はエネルギーで排出、エネルギー使うと本当は CO2 出してしまうんですけれども、それを出さないような、家の仕組みを作って、っていうある家もあるんですね。で、それってオール電化だったりする家もあるんですけども、太陽光パネル、そういったものを使えば、つまり二酸化炭素が出ないので、出ませんね。それだったらオール電化でも大丈夫ですね。ね、トー君のお家どうなんでしょうね、気になさってることなんですが、ちょっとね、ソーラーパネル使ってらっしゃるかななんて思いますけれども ね, ねまた教えてください、ね、また教えてくださいね。ちょっともう時間迫ってますけれども、ちょっとお知らせの方をちょっとかいつまんで、はい、お知らせお願いします。じゃあちょっと締め切りが迫っているお知らせが一つあります。はい、はい、何度か告知させていただいてますが、はい、LINE のスタンプコンテスト、小学校から高校生まで対象にしたもので、SDGs をテーマに絡めたもので、SDGs の17のゴールから一つ選んでいただき、そのゴールを表現したイラスト絵っていうのを募集しています。はい、で、こちら、審査がありまして、選ばれた方には実際に LINE のスタンプとして販売されるっていうことになっておりまして、私たちも WWF ジャパンの事務局長の筒井、そして、WWF ジャパン親善大使のさかなくんも審査員に入っておりますので、はい、10月の15日が締め切りになっておりますので、ちょうど来週ですかね。出そうかなと思ってる人は、ぜひ間に合いますので、まとめて出してくださいね。はい、お待ちしております。はい、あとはもうちょこちょこくんくんプラネット、そうですね、はい、ちょうどウェブサイトをご覧いただければと思うんですけれども、くんくんプラネット、何度もこちらでもイベントの告知させていただいております。うんちの匂いを嗅いで、その動物の生態についてちょっと深めてもらうっていうような教育プログラムがあるんですけれども、この度グッドデザイン賞を受賞しました。聞いたことあるかしら皆様。はい、ねえ、そうですか。はい、ではお時間です。最後なので来週のテーマを発表いたします。
世界中で今まさに起きている森林火災、 WWF ジャパンも活動を展開するインドネシアの泥炭地火災について現地に足を運ぶスタッフからお話しいただきたいと思います。なので森林火災、泥炭地火災などなど興味のある方、疑問に思っていることがありましたらぜひお寄せください。それではまた来週火曜日夕方6時はワンプラネットライフスタイル。